はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。今回もツイッターエツクスの方にまたまた DM が送られてきていました。本当に迷惑なんですが、こちらです。沖縄さんこんにちは。実は僕、好きな子に告白しようと思ってます。ですが少し不安があります。それは彼女がタオパイパイ好きということです。僕はいつも好きな子と遊ぶときレジェンズしてと頼まれやっているのですが、タオパイパイの出番が少なすぎて切れています。なので告白するときにタオパイパイをパーティーに入れ PVP で勝って彼女したいと思います。彼女にしたいと思いますだね。だからお手本動画見せてください、お願いしますと言ったわけで、何やらね、好きな人に告白するときにタオパイパイをね使いたいらしいんですよね。はい、ということで今回は DM をくれたキッズのためにタオパイパイのね使い方っちゅうのを僕がねご教授していこうかなと思います。ダブルタオパイパイですね。でこの2体のねタオパイパイの性能解説をしていこうと思うんですが、ヒーローのタオパイパイはですね、タオパイパイ、タオパイパイ、うるさいな。もう、使うの嫌になってきたわ。メインアビリティ。味方の体力を回復することができますね。さらに、味方に敵が発動する非ダメージカットの、マイナスですね。30% 無視をすることができるって、これは非常にね、能力としては強いですね。で、エクストリームのタオパイちゃんですね。こいつはマジで何も持ってません。ほんまに何も特筆することがないんですが、まあ、強いて言うとすれば、Z アビリティがパープルのクリティカルアップと体力上げなんで、Z アビだけは強いですね。はい、なんで、今回は極売りをね、エースとして、このタオパイちゃん2体でね、いや待てよ、違う。タオパイパイエースとして極売りサポートでね、使っていこうかなと思います。で、これ生ぬるくないね、ところが、みんなに見てほしいんですよ、これ。EX の紫の全開指2枚をタオパイパイに詰めています。本来なら極振りにね、絶対3枚積んだ方が強いんだけど、タオパイパイを活躍させるそのためだけにね、全開指って2枚乗っけてるっていう、これがね、まあ実況者としての、ムーブでしょうと言ったわけで、救っていこうと思います。行きましょう。さあよろしくお願いします。相手は純粋な劇場版パーティーですね。非常に強そうなんで、これはちょっとタオパイパイの強さを証明するしかないっすね。初手は紫のタオパイパイが一番いらないんで、コンボ受けても大丈夫なんで、紫タオちゃん行って、黄色の土屋タオちゃん行って、で、次は、極振りというような、そんな編成でやっていきましょう。最近ね、リクエスト動画が多いんですが、まあ、フェスのね、2弾が始まるっぽいんで、その間はさすがにね、リクエストに答えてる場合じゃないと思うんで、今のうちにたくさん紹介しておきます。はい、よろしくお願いします。邪念場ね。邪念場ね、環境キャラなんで、あ、紹介して、開発してない？ちょっと冷静に弾集めしていこう。ちょ、腹パン痛すぎじゃね？で、これ特殊アーツは絶対極振りで使いたいんで、そのままいきます。もうだからそんなんされたら無理じゃん、カウンターこれ。耐える？必殺なん？オッケー。じゃあ必殺って受けるわ。おい、タオパイちゃん硬いよ。ゼットアビがなんかね、耐久上がるんだよね。バニ、ちょちょ怖い怖い、相手バニ使ってなかった、あ、ちゃうわ、バニ回復してるわ、回避ミ、オッケー、回避ミキャラ圧が入る、よしよし、しばらくはこのまま受けてくれ、外すわ、ちょっと鬼の外し決めて、よし、これ必殺で早速持ってけんぞ、はい、ナイス、強すぎ、これ紫タオパイパイの Z アビリティの効果ですね、ちょ、ラグいわ、ミキャ行く、待って、初戦から勝てそうなんだけど、え、強くね、こいつ。ドドンパして、結構強い、ここから見よう。あんぞあんぞマジで、入れ込め、あ、入れ込んでもダメだ、気力ねえわ、あーもう終わった、ちょ、一旦帰るわ、ちょ、お前やらかすぎ、マジふざけんな、どうしよう、なんだそれは、やめてください、もうボロゾギのようにこいつは使うからね、いや、どうする？ユニークゲージがあるんで、ここ出していいか。うん、出そう。多分耐えてくれるわ。極振りはさすがに強いんで。ギョッギョッギョッケ。変身やめろ。OK？ 変身しろ、変身。ここで変身。いや、これキャラ、どうしようかな。一応チェンジしたら場に回復するんだけど、間に合う？いや、間に合わんよな。属性振り向こうか。いや、タオパイパイは絶対に残したい。頑張れ、お前耐えろ、耐えてくれ、ゴグリ、オッケー、属性より向こうが消えました、耐える耐える、お、なんで外してんの、いやもう待って、見られたかも、もうマジビースト強すぎるって、もうつまらんこれ、よし行こう。よし。
もう知らん、タオパイパイの活躍とか知らん、もうゴグリに頑張ってもらうんや。で絶対ここ反転ゲージを貯めて処理したい。そこです。オッケー、うますぎる。タオパイのクリティカルアップ、いけ。いや、ライカブしたら勝てるんだけど。あ、でも玉木か。単発。オッケー、ありがとう。ちゃんと受けるもん受けて。はい、これ見て必殺。オッケー、いけ、クリティカル。無理か、うつも強い。いや、ライオインは話違う。重い一撃、よーし。はい、はい、勝ちました。知りません、タオパイパイがどうとか知りません、僕は。はい、勝ち。うまくいったよ。ちょっと待って、ゴッドの人と当たったんだけど、もう最悪や、こんなん勝てるか、マジで。今シーズンは一回当たってるんで、覚えてくれてるかなとは思うんだけど、はい、パーティーがちょっと半端ないことになってる。いや、絶対ビビってるやろ。友情ランク上げのパーティーと間違えとるやろって絶対思われてると思うんですが、ガチでしばきに行きます。はい、よろしくお願いします。対戦よろしく。マジ行くからな。待って。友情見せる？ちょ、危ね！キョッケー。ジュナ！オッケーオッケー、タクしっかり通していく。いや、特殊持ってくれるのきつい。ちょ、マジ、極振りが正直言ってめっちゃ活躍すると思うけど、もう許して。これでも勝てたらすごいでしょ。許してな、それは。おはようございます。なんだ、撃つわ、撃つわ。いや、マジで、もう。そんな人いたっけ。出すじゃん。いや、待って、でも、悟空回っちゃってるわ。タオパイ、お前、船降りろ。お前、無理だわ。お前はもう、置いていかないと、この先の戦いはついてこれへん。いやー、まあ、でも変えるわ。ちょ、ライジング受けにね、2体置いときたいんで。こいつら、実質復活持ちなんで。さあ、タックル。即、オッケー、舐めて即してくるよね。許すわけねえでしょ。オイラがよ。外すわ。でかい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 。ようやく。ある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 。え、マジあるぞ、これ。考えろ。考えろ。ちょ、勝てできんぞ、この人は。怖いってもう、それは。それ、やめにしようや。即行く。オッケー。知らん知らん、もうそんな。こっちはもう、考えること多すぎるんだよ。それ以上に。130ぐらいで反転しました。悟空コン、ワンチャン。ワンチャン悟空コン。出してコンか、さすがに。ま、必殺で。いいよ。で、キラのタオパイが一応味方回復もできる。それ覚えとこう。ぶっぱね。もうだからクイックアーツはちゃうやんて。クイックアーツもされたらそんな無理やって。待てよ。チェンジゲージ。いやー、紫捨てかな。紫捨てしよう。チェンジゲージだけ貯めといて。お前いらん。さあ。いや、こいつでかぶせても絶対ダメだよな。タックル見ながら下がりましょう。タックル来い。何もう。マジで何？ここ！もうドカバキうますぎ、マジで。ひどいわ、もう。無理。熱ない。もう無理。やめる。もう待って、ゴッドの人と当たるんだけど。さあ、よろしくお願いします。1500位の方と当たりました。もうほぼゴッドだろ、こんなん。ゴッドにめちゃくちゃ当たる。797位ということで。無理だって。もう、ボコボコやん。
どの動画を採用してるかわからないですけど、2時間以上撮ってます。2時間以上撮ってて、惜しいとこで負けるの多いんですよね。もうマジでもうきつい。でもあえて今回そんなトツ高くねえな。赤トツいないんで、はい、トツマントだけ撮ってるわ。カノントツ、カノントツ、赤さんやからね。頑張っていきます。マジ勝つわ。神社行き。いや、代表してない。オッケー、それを待ってたんよ。オッケーオッケー、もうカウンター使わせましょう。もう、射撃ってガンマに止められるのが一番ダメなんで。いや、ガンマ重いんだよな。てか、全員重い。痛すぎ。圧受けていい。圧というか。中距離してこい。見て、圧。いや、即な。チェンジゲージだけ貯めときましょう。で、あとは、裏。まあ、さすがにワンコン分かるでしょう。うん、こいつらも、まあ、レベル5000なんは5000なんで、もうほんまに最低限というか、もう、あの、人の耐久ではあります。はい。OK。メインいらないな、こいつは。即。OK、甘えるね。打って。いや、まあ、カバチェンするメリットないでしょ、相手。さあ、一つ打って。お、出してくんの？え、それワンパン戦？無理か。じゃ、網枠きついわ。OK！よし、とりあえず剥いでいく。え、これさ、射撃撃ってくる説あるだろ。射撃撃ってくる説あるよ。OK！開発。めっちゃ集中してる。さあ、特殊で。いやー、必殺の弾がきつい。こうなると。必殺の弾マジできつい。弾回収のメインぐらい持っとけよ、裏。さあ、撃って、予約でいいな。ダメージ稼いでいきましょう。で、ガンマも削りたいんで、これはこれで OK。ナイスナイス。必殺直当てしてえ、これ、最速というとマジある。気力。受けて。何してんの？ラッキー！落とせ！ 200 万！いけいけ！マジで！こいつ落とせ！うん！やー、網枠！網枠だって！寝る！こっちで撃つやん。いや、もうなんでもない。いや、もうマジでそんなことする？ちょ、待って待って待って、聞きすぎ。それはやばい。それはちょっと痛すぎ。はい？単発出たんだけど、なんか。そのまま行く。座ってくれるね。攻めるよ、これは。オッケー、行っていい。絶対行っていい。200！ よし！よし！撃ってくんの？はいはい、オッケー。でもない。いや、きついな。チェキ打ってくんの？答えよう。スレッド、でかいでかい。お前弱すぎだろ。ちょ、待ってくれ。お前弱すぎや。お前弱すぎや。落とせよ。欲張ってタックル。お前落としてくれよ。今回キルやったらいけたかな。回避圧。マニ回復して。これ回避みたい。必殺いこう。ライジング。止まった。よし。で、これ有利属性でライジング。よし、ライジング牽制できんぞ、これ。回避でいい。よし。いった。いってない？いってない？いってないんか。いや、絶対、もうこれは大丈夫。何もしなかったら大丈夫。ユニークゲージ切れるまでは安定だから。いや、オッケーオッケーオッケー、勝ったのこれ。ちょ、待って、もう絶対、ま、絶対負けへん、もう。絶対負けるわけにいかん、これは。絶対負けるわけにいかん。もうこれ負けたらもう終わる。よし！いや、これ何してもいいな、別に。最速ライサイトならなかったらいいんで、クイックアツ。ライためた。撃とう撃とうかぶすし、よーしよーっしゃー、勝ったー、よーし、見てくれ、タオパイパイで勝ったぞ。はい、ってことで今回はタオパイパイ2体でね、いや、もう勝てただけ十分でしょ。マジでエグかったよ、今回。ほんまにきつかったです。うん、レジェンズユーザー、うん、レジェンズ YouTuber ね、2年続けてきましたが、一番きつかった撮影でした。はい。DM キッズね、必ず、皆さん救っていくんで、ぜひともね、連絡お待ちしております。お疲れ様でした。